丸亀製麺の揚げ物いっぱい、そして釜玉温泉うどん、温泉釜玉うどんを食べたいと思いますだけど、まずは野菜からですよね。丸亀製麺食べるの久しぶりなので楽しみです。ではいただきます。サクサクという音がいいですね。さすが揚げたて。ちなみにこのかき揚げ、本当にマジの揚げたて。自分がお店に入った段階ではなかったんですけど、ちょうど商品の陳列の棚で取ってる時に目の前で揚げてくれたのを置かれたので、すぐさま取らせていただきました。店員さん注文したわけではないんですけど、揚げたてを提供していただきありがとうございます。こういうのがあると本当に嬉しくなりますね。で、カリカリサクサクと食べていって気分いいなぁ、こういうのって。だけどさすがに揚げ物これだけ食べると30半ばでは結構くるなぁ。まあこんなにやる人いないとは思いますけどね。よし、食いて。てか打ち方下手くそだな、自分。まあそうだけど、はい。ごちそうさまでした、うん、コロッケもどの天ぷらも衣がサクサクで、まさに揚げたての美味しさが味わえる商品たちでしたね。噛んだ瞬間に中の具材が持つ旨味がじゅわっと広がってきて、それを心地よいサクサクという音が見事にリードしていました。中でも玉ねぎの優しい甘さが広がってくるかき揚げや肉厚なスタマラ、鶏のかしわは旨味もじわっと広がってきて特におすすめです。ただやっぱり一気に揚げ物10品近く食べるとちょっと胃にくるかな。まあこんなことやる人いないと思いますけどね。で、その温泉釜玉うどんは卵のまろやかなコクとまったりとした味わいがうどんに絡んで美味しかったです。崩してもらったんですけど、崩さないってもよかったかもな。まあそれは食べ比べてみないとわからないものなので、今回自分は崩してもらいましたが、あなたが食べるときはどちらが好みですか、コメントで教えていただけると嬉しいです。というわけで今日は丸亀製麺の天ぷらとコロッケで揚げ物パーティーして、さらに釜玉うどんも、釜玉うどんがメインのはずなんですけど、うどんを食べてみた動画でしたが、先ほどお勧めにあげた柏天かき揚げ、そしてサワラ、この3つを今回の代表として5点とさせていただきます。他も美味しいのでぜひ食べてみてください。というわけで本日の動画はこれにて終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。終了。